はい、バブルケーキです。今回スキル爆裂バトロワと言われている新作のバトロワスーパーピーポーというゲームがベータ版で PC でプレイできるようになりました。で、このゲーム、ゲーム開始時に13種類のクラスがランダムで1つで配られて始まるんですけど、それぞれのクラスによって使える必殺技が違うんですよ。で、必殺技っていうのはこのゲームどんどんレベルがアップしていくんですよ、キャラクターので。毎回10レベルに到達した時点で使えるようになるね、必殺技なんで、それをね、1クラスずつ今回はね、見ていきたいと思います。さあ、行くぞ。ガトリング兵見ていきましょう。ガトリング兵は10レベルになるとガトリングガンが持てるようになって、このキャラがガトリングガンで、着弾したところが燃えるというね、火炎ガトリングを持つことができます。まあ結構このキャラしかこのガトリングは持てないんで、ガトリングガンを使いこなせれば強いキャラとなってますね。次にショットガンマスターを見ていきます。ショットガンマスターはレベル10になると大ジャンプをすることができるようになります。まあしかもこれ20秒に1回使えるんで、結構雑に使えて、あの建物から撃たれたとかなったら大体こうやって隠れると思いきや、こうやって一気に攻め、あー届かなかった。いや、上から撃つの強えと思った時にもこのキャラだったら一気に上に行ってね、まあショットガンパンパンとかやって取り返したり、取り返すってなんだ、制圧できたりするんで、まあ強いと思います。次に機動部隊見ていきます。機動部隊は10レベルになるとめちゃめちゃ速く走れますよっていうスキルが使えます。これは結構雑に使えますね。70秒に1回これ使えるんで、まあアンチが間に合わないよとか、まあ、敵がいるから詰めようとか逃げようとか、まあ、用途めちゃめちゃ使えますね。ダッシュが速くなるっていうスキルです。次にスナイパー見ていきます。はい、でスナイパーのね、10レベルになったら使える技が10秒に1回 SR の弾が 50% アップする強力なね、ショットをね、打てるようになるんですよ。もうこんな感じで、なんかエフェクト付きで、もう明らかに強いって分かるような一発を打てるんで、まあ、SR 好きな、狙撃がね、結構得意な人はこのキャラ強いんですけど、まあ、苦手な人はね、なかなか恩恵が受けづらいかなっていうキャラにはなってますね。この10秒ごとに一発が強くなるから、まあ大体ずっと強い球を打てるみたいな感じにはなってます。次にね、捜索隊を見ていきたいと思います。はい、で捜索隊はですね、10レベルになるとスライディングができるようになります。3連続のスライディングで一気に距離を詰めることができるので、まあ敵と打ち合いながら一気に詰めて、こうやって近づくこともできるし、こういう平地走ってる時にいきなり撃たれたら、まあこうやって逃げることもできますね。結構すぐ素早く、アグレッシブなキャラクターですね。で次にガス兵を紹介します。ガス兵は10レベル貯まると、まあ特殊な武器をゲットできて、まあ、そちらがこれです。このスマブラのマリオの最後の切り札みたいなファイヤーボールをね、前に50秒に1回打てるようにね、なります。まあ、なんで外での戦闘では当てづらいんですけど、室内にいたらほぼほぼ当てれるね、まあ、室内向きのキャラとなっている気がします。次に海兵隊見ていきます。海兵隊は海の中とかで移動が速くなったりする、まあ、水の中に特化してるんで、まあ、結構使いづらいかなとは思ってるんですけど、まあ、10秒経った時に使える技が霧を展開できるんですよね。でこの霧の中、自分だけめちゃめちゃ視界が良好なので、だいたい霧の中に入ってきた人を先に撃てるようになるんですよね、このスモークワールドの中では。まあ、これは結構射線も切れるし、敵に囲まれた時にこれ使えば結構打開できるから、まあ、強いですね、これは普通にシンプルに。でこれは90秒に1回撃つことができます。これがね、海兵隊が10レベルになった時に使える技です。次はテレポーター見ていきたいと思います。テレポーターが10レベルになるとテレポートできるようになります。まあ、どんな感じかっていうと、
まあ、ここのヤシの裏に隠れてるやつとこうやって打ち合ってたとして、ちょっと隠れた時にシュイーンってやってここのヤシの木あたり選んでねパッてやると、いきなりね相手の裏を取ってこんな風にね打つことができます。まあ、めちゃめちゃ強いと思いますねこのテレポーター。まあ、その代わりクールタイムが120秒とちょっと長いんですけど、まあ、建物とかの上にもね、もう建物選択したらすぐ屋根に乗れたり、まあ、使い方によっては逃げにも攻めにも使える、まあ、超強いキャラクターだと僕はね思ってます。次にねスワットを見ていきます。まあ、スワットこのキャラはね室内向きのキャラクターではあるんですけど、まあ、外でも使えます。でなぜ室内向きかというと、まあ、さっきの海兵隊みたいなある一定の距離を領域で包む、でこの中だと結構視界いいじゃないですか。敵視点だと真っ暗で何も見えないんですよほとんどこの中なんで、この中に入った敵はもうほとんど確実に狩られてしまうっていう運命になるんですけど、まあ、その範囲が少ないんで、まあ、部屋の中にいたらね、まあ、その家の中とかは大体包めるから強いですね。まあ、バロランってやってる人ならそのレイナの目を見ている状態に中の人はずっとなっているみたいな感じです。次にね銃器専門家の必殺技見ていきます。まあ、銃器専門家は周りにいる敵をめちゃめちゃ遅くして打ち合いに参加できるということで、まあ、ここでは結構見つけづらいんですけど、スキルボタンを発動するとこのある範囲のこのなんかしましま模様になってる人は全員ね動きがめちゃめちゃ遅くなってしまって、であとはもうねパパパーンってやればいいっていうようなねキャラクターになってます。なのでまあ囲まれた時とかに結構強いですね。最終盤面とかもめちゃめちゃ強いと思います。次にニュークリア見ていきます。このキャラクターは10レビになると核爆弾を落とすことができます。で家の中にもねダメージ入るんで、あそこの家に人がいるってなった瞬間にこの家に向かってポチッと押したらこうなってね大体倒せます、家の中にいる人は。なんでまあこれ発動した瞬間にそのアラートが鳴るから、鳴ってる最中に範囲外に行かないとダメージ食らえますね。このキャラクターはね結構強いキャラクターだと思います。次にドライバー見ていきます。このドライバーはモンスタージープを召喚といって、溜まればこうやってすぐね車を呼び出すことができます。でこの車がめちゃめちゃ耐久高くてほとんど壊されないから壁にも使えるしジャンプもできるっていうね、超ハイテクな車となってます。この車本当に耐久めちゃめちゃ硬いんで、まあ、召喚してこれを壁に戦うこともできるから、まあ、相当強いですね。でこれ120秒経てばね何台でも出せるんで、まあ、相当強いキャラクターとなってます。最後にねタイタンというキャラ見ていきます。このキャラクターはレベル10になるとこんな感じに盾を出せて、さらにこの盾を持ったまま突進することができるという30秒に1回突進できるみたいですね。でこうやって近づけるし、この盾をね設置して、まあ、26の盾みたいな感じで戦うことができます。で60秒に1回このスキル使えるんで、まあ、結構使えますね。デュオとかだったらこれで一人でこうやって盾カン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 って弾きながら、まあ、後ろの味方がね敵を撃ってくれるとかそういうやり方もできますし、まあ、爪もねもちろん早いから一気に詰めて、でここら辺でね設置してね戦うことができます。まあ、以上13キャラのねレベル10になった時に使える必殺技でした。